いやあ、施設の圭介だよ。恨みっこずくのヒータン2第3話やっていたいと思います。さあ、闇の木造校舎に引きずり込まれた、もう、親友っていう言葉の罠を使われて引きずり込まれた、みずほちゃん。さっちゃんはどこにいたのか、やっぱさっちゃんは向こう側の人間になってしまったのか。机があります。来たー、まだここで地図を拾っていくパターンです。でも多分シフトキーを押しとったら地図が見えたはずです。これって地図で、地図って言いながらもさ、最初から持っていたパターンね。2年仕組みってここだよね。今回も仕組みスタートなんやな。いやだな、早く2年4組に行こう。青樹街中学校？噂だと、昭和44年に失踪したのが引子さんだったはず。旧校舎が取り壊された時期と一緒だよね。この校舎と、何か関係があるのかな。みんな地図見てさ、青地街中学校ってことに気づくの早いよな、みんな。みんな青地街中学校ってことに気づくんよな、地図見て。みんななんでそういうテンプレができるんだろう。誰かが教わったんかな、地図を見たらそれはどの場所か見なさいって。いや、地図見たら場所を見るか。よう考えたらそうか。俺が間違っとったらごめんな、みんな。わあ、来た、地獄のチャイム。ひぃ！なんだろう、このチャイム。みんな最初はそう言う。あ、知らんからな。すごく嫌な感じ。地獄の底から響いてくるみたい。例えが秀逸だ。地獄の底から響いてくるんじゃ。じゃあなんな、君は。地獄の底から響いてくる音楽を聞いたことがあるんかって話だけど。例えやな。さす、例えやろ。例えで聞いたことありますよって言われたら俺ドン引きするから。ここ、誰もいないのかな。誰か、すみません、誰かいませんか。はーいと音量が出てこられても困るけど。あ、小林さん。誰だ。え、誰。あー、生きとったんや。あ、内田先生は、内田先生はどうした。西野さんで言うて詰め寄られたけど、あの時はキスで終わったが、キスで何とか終わったが、何とかキスで終わらせてくれたんじゃ、内田先生。最初はキスで十分みたいな感じだったんじゃ。そのうち多分体をどんどん加えていくだろう。いやらしい意味で。西野さん？どうしよう。声うまく分けんかったら、どんな声でいい思うか。西野さん、こっち。こんな声でいいんかな。まあ、おいおい考えていこう、これは。早く机の下に隠れて。机の下？どうして？いいから早く。これでいいのか、西野の声、これでいいのか俺。まだここ隠れるんじゃ、内田先生にはバレるぞ。内田先生にはバレとるぞこれは。西野さん、し、これ西野さんね、これ内田先生に見つかったらさ、私というものがありながらって思うよね、これ。これ誰？え？これ安藤くんじゃないよな？誰だよ。西野さん、どういうこと？あれって、何なの？小林さん、チャイムが鳴っているうちは、絶対に出てダメだよ。あれ、さっき前の声、どうやらしょったっけ？マジだ。音量に変わった。みんなが襲ってくるから。これでいいや。もう安定せんな。音量って、私では地域子さんに話しかけて、この闇の木造校舎に引きずり込まれたの。ははは、安藤君、そうして内田先生は殺せて音量になっちゃった。内田先生はともかく安藤君がガチの音量やけんな。そんな、もしかして A 組の木島さんもいるの？木島さんって知らんのか。元の学校だとよりいなくなったことになってるの。安藤君、内田先生、西野さん、そして A 組の木島かな子さん。木島さんはプチ家出だって言われてたけど、プチ家出な、プチ家出じゃなくてプチ家出やけん、そこ重要やけんね。多分一番初めにここへ連れ込まれたのね。
おう。あ、木島さん、多分合ってる。合っとったわ。そういや木島さんに、襲えた時あったな。え、もう青鳥になってたよ。そう、なんだ。あ、ちょっと可愛いポーズ撮る、やめて、セクシーちょっと可愛い写真撮っていい？西野さん、ここから一緒に帰ろう。でも、どうやって？ A 組のさっちゃん、三倉さん、途中ではぐれちゃったけど、さっちゃんも一度ここに連れ込めたんだって。だからきっと帰り道を知ってるよ。本当？そうだよ、一緒にさっちゃんを探そう。うん。おう、今回は人を探すっていうミッションになってくるじゃん。ありがとう小林さん、私のことを探しに来てくれたんだね。そうだよ、失敗してただけなら。出た、そうだよーって。小さい女子高生ですな今の。うん、本当にありがとう。お礼にピザを頼もう。小林さん、次の教室に移動しよう。自分のチャイムはずっと鳴り続けているの。もう鳴り止むことはないんだと思う。机の下に隠れながら次の教室に行こう。あ、人壊されたもんな。放送室、あそこの鉄の扉だったから安藤君のパートでも壊せないと思う。教室で、放送室まで行こう。わかった。スニーキングになるんじゃ。決定キーで机の下から出る。あー、これもう完全に休む暇ないんじゃ。これもう教室に入ったからとって、でとりあえず出よう。机の机から出たらセーブできるんじゃなんかシュールやな、机から出たらセーブね。あー、そうか、いつも常にやり続けようけん出たし。あー、安藤くん、安藤くん、安藤くん、やめて安藤くん。あとセーブ。ではメニュー、スマホ、みずほちゃんのスマホに充電器、充電器持ってきてよかった。充電しろる暇なんかあるか。コンセント探す暇あるかあと使ったら東電だぞ、教室だぞここは。しかも使うのかい使うのに充電とか意味あるか。ないだろう絶対。で、あとこれ産地回復、これは前と一緒か。話す相手が変わっただけ。机まで頑張って頑張っちゃう。これどっち、どっちこれ、え、どっちがとかあったかな。2年4組、あ、こっち4、左にいた4、え、こっちいた4組か。どっちだ、どっちやっけ。前と構造変わったんかな。一旦こっち行ってみるか。あっとるかな。おっと、机ある、隠れとこ。あー、ダメやないか、早すぎだろ、見つからん、早すぎだろああ、うん、業務員のおさん、業務員のおさん、業務員のおさんかくれんぼ得意やなお前、うまいなお前。見つからない机とかあんのか見つかる机とかあんのか、何の違いがあるんだ、知るかそんなてかこっちはハズレか、ハズレだったんかい、ハズレとかあんのかいもうな、もうルールだいぶ変わってきたんやけど、もうルール好きに改変しすぎでしょ、音量の好きに改変しすぎだろお前あー、ここもだった、内田先生来た今度内田先生が来た内田先生、キスだけで終わらせて、キスだけで。おー、見つかる机しかないんかいここは見つかる机しかないんかい。読みだ、机5つともがこう光っとけん全部で入れるってことか。なるほど、そういうパターンか、見張っとんじゃ、机一つ一つに
音量が見張っとんじゃん、これ。どれが外れ、当たりか、どれが外れか見て。キャー、安藤くん、安藤くん、メインの安藤くん。もうそれ、シーズキラーやるんじゃん。こんな凶暴そうな安藤くんを女の子二人でシーズキラーやるんじゃん。どうかしてるぜ。放送室、階段？西野さん、どうしたの？ここに登りの階段なんかなかったのに。え？もしかして学校の構造が変わってるの？もうだいぶ変わっとるよ。特に内田先生のターンとかあったもんな。内田先生向けに廊下が変わっとったことがあったもんな。多分そうだよ。放送室までたどり着けるかな？たどり着けたら大正解。もらった。これ外見えたりするんかな？あ、見えるんじゃこれ。窓の外は黒い布で覆われてるようだ。黒い布？なんで？四季子さんが外から見よった時あったよな。え、なんか、え、いつの間に黒い布なんか買っとん？そんなことせんでもいいのに。わらわらそんなことせんでもいいのに。なんかあるんこれ外に。お、西野さん、こっち。え？え？西野さん、今の声って。あ、やっぱ四季子さんじゃ。どこにとったんや、あいつ。出てくるの遅すぎないか。ちょっと遅すぎるかもよ、B ダッシュやけど。ちょっと遅すぎるかもよ、B ダッシュ、どこなん？あったあった。へこみ、来た！村岡さん！西野さん、よかった。ご無事だったんですね。生きとうことが不思議ですよ。無事じゃないよ！安藤君が死んじゃったんだから、あんたが四季子さんを倒せたとか言うから、あんな巨大な化け物を倒せるわけないでしょ。巨大？知らんの？どういうことですか？村岡さんの言う通り、水を抜いたらプールの穴から巨大な四季子さんが出てきたの。安藤君が殺されちゃった。ポクリポクリポクリやられちゃった。穴？そんな、まさか、そんな。落ち着いて、西野さん。この人は誰？あ、冷静やな。みずほちゃん冷静やな。壁に埋め込まれた人なんか見たら、最初はヒーってなるのにみんな。みずほちゃんはならんかったぞ。私は村岡四季子。昭和44年に闇の木造校舎へ引きずり込まれた生徒です。四季子さん？四季子さんが巨大な力を持っていたのは誤算でした。すみません。誤算ってレベルじゃないぞ、あんな。イレギュラーだよ、もう。でも、皆さんが無事に帰るには四季子さんを倒すしかないんです。どうか元気を出してください。なんだ、あの巨人、巨大な四季子さんどうやって倒すん？なんなん、首切ればいい。もう進撃の巨人みたいに首切ればいい。なんなん、どうやって登るんだ。立体機動装置なんかないだろうね。安藤君が殺されたのに元気なんか出ないよ。待って、サッチャ、ミクラ、サッチマ、こっから帰られたと言ってました。ミクラ、サッチさん、村岡さん、他に帰る方法は知らないの？すいません、私には分かりません。あの死の道は？でもサッチャンは引き子さんを倒すのに帰れたはずなんです。あ、そうか。あれじゃあ、誰だったっけ、名前忘れたけど、人体模型のやつに教えてくれたんやな、死の道は。四季子さんは知らんかったっけ。ごめんなさい、本当にわかりません。また人体模型出てくんかな、名前忘れたけど。人体模型の彼が。四季子さんは噂話が作り出した怨霊。もしかしたら、三倉幸さんは他に帰れる方法を見つけたのかもしれませんね。それを探してみてはいかがでしょうか。どこを探せばいいの？そんな自分で探せやって思うわ、これ。俺がどこを探せばいいのって言われたらさ、そんな自分で調べろや、みたいな感じで思ってしまうけど。私にはわかりません。本当にすみません。そりゃわかるわけないわ。二人とも、いつまでもここにいると危ないですよ。
安藤さんはボットで教室の引き戸を壊していました。え、四季子さんはここでおっていける音量に殴られたらせんのこれ。それとも壁やけん殴ろうとしない。すごいね四季子さん、おいらを壁に埋め込む方法を知りたいわ。危なって思ってる壁にさ、ウィーンってなればさ、よっしゃーってなるけんな。壁に埋め込める方法で出ていく方法。もういつも襲われてもおかしくはありません。そうだね、プロテインだね。石野さん行こう。うん、何か手がかりを見つけたら私もお伝えします。どうかご無事で。わー消えた。え、消えるの？そういう消える方法を見つけたん？じゃあ前も消えたん、自分で消えただけにおらんかったん？ええー、あんな方法、あんな初めて見たんやけど。あんなことできるから前から言ってくれ。あと指かけたら出てきてくれよ。ああ、安藤くん、安藤くん、待ってくれとったんじゃ。話終わる待ってくれとったんじゃ、紳士だね。どっちに行けばいいんだ、これ。入り口こっちにもあったな、今。こっちじゃないわ。こっち。こっち行ってないよね。ちゃうわ。行ってないわ、こっちの方が。次の教室に進もう。こっちなかったっけ。こっちからできた。あとやばい、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 ギリギリ、ギリギリ、エンターティーナー。ギリギリだったわ。エンターテイナーかましたよ、今。小林さん、ミクロさんとはどこではぐれちゃったの？現代の学校廊下で、3B の青いシミに触ったら廊下伸びて、篠道ってとこまでは一緒だったの。え、小林さんは引き子さんに話しかけたわけじゃないの？そういえばそうだね。どういうことだろう。危ない、サンチ危ない。40回復するんじゃ。あとこっちだったんじゃ。そういや引き子さんに直接話しかけたわけじゃないの、シミで向こうに行ったって感じなんだな。まさかみっちゃんしこさんと入れ替わられたん？わーお。だとしたら納得がいく。話しかけたっていうもう同然みたいな感じやもんな、あれ。つまりみっちゃんがみくらさんがしきこさん説。あいげだ。これいつまでも隠れれるわけじゃないような気がするんやけど、一旦隠れたからなんだっていう話だけど、これ。サンチ回復しよう。セーブのためだけ、これ。もう一回。セーブのためだけにここに隠れよう感じなん、これ、ね。サンチ回復取ったりせんかな、これ。できれば、できればね。メニュー開けん。あーん。あ、メニューこっちだった。サンチ回復してる。まあ、そうなんじゃ。ここで一応回復はできよんじゃ、これ。どっちだったっけ。こっちか。こっちはね。ちょっと不安になってきます。お、来た。小林さん見て。え、わあ、あの時の巨人で完全に外ハイカイションがもう本当に進撃巨人みたいになってるから、やめて。イエーガーしたんだけど、俺イエーガーできないんだけど。でも何かいるの？よく見て。ロックウォッチ、ロックウォッチ？なんかおかしいな、英語の使い方が。何あれ？わ。あれが、ヒコさんだよ！青い水の力であんなに大きくなったの。青い水って？プールにあったやつやな。ヒコさんは、青い水を力の根源としているんだって。あの子と水、プールの水を抜いたのに、なぜか音量力が強く見えたみたい。プールに青い水が溜められていたの？うん。水を抜いたはずなのに、なぜか逆の結果になっちゃった。わはは、笑い事だ。おかしくない？おかしかろう。うん。青い水がなくなったのに、どうして彦さんの力が増すの？
推測してみよう。え、逆か？なんか断りが逆になる世界になったのかこれは。本来確かに水がなくなったらやばいかもしれんのやけど、なんかの断りで水を、むしろ水がマイナス効果を生んでいたのかよくわからんような話になったけど、おかしいよな。それって誰が教えてくれたの？村岡さんだよ。怪しいな敵だ。それを言われたら、しきこさんが敵に回ったのではないかという、敵の有利な方向に向かっていくように手引きしてるのではないかと。そう考えたら、あの前回のパート西野さんが向かった時に壁いなくなっていたのも納得がいくぜ。もう都合が悪くなったら逃げるパターンやな、これ。怪しい。あのしきこさんが怪しく感じてくるのだ。優しいこと言いながら、小林さん、まさか。村岡さん、何かおかしい気がする。今は何もわからないけど。あんだけ丁寧に話しとったらもうフェイクだったのか。とにかく今は放送室に行こう。うん、イエスさ。なんで疑わんかったんだろう。ようよう考えたら確かに怪しいよね。あんだけここの世界にいながら助けてくれるって怪しいよね。あとセーブポイントが欲しいよね。隠れる机がないよね、ここら辺。めっちゃ出てくるよね、君。あと吹き飛ばされてさ、声が遅れてくるような感じでさ、ウォーって言ってくるからね。また来たー、何度も突っ込んでくるんじゃないよ。お、放送室煮込むぞ。絶対安全注意。ようやくこれだ。着いた。放送室。ここから安全なのかな。うん、きっとそう。ああ。どうした？西野さん？え？疲れた？西野さん、すごい熱だよ。そりゃあんだけやばいことあったら体調悪くなるかな。なるよな。西野さんごめん。あ、で、間違えた。小林さんごめん。私ちょっと疲れたみたい。大丈夫？西野さん、いつからこの学校をさまよってたの？確か6月22日に内田先生がいなくなって、6月23日に安藤君と西野さんがいなくなった。今日は6月29日ほぼ1週間。まさか6日間も一人でさまよってたの？たった一人で。そんなに。西野さん、ここで待ってて。私、さっちゃんを探してくるよ。一緒に、絶対に一緒に帰ろうね。ありがとう、小林さん。足元になっちゃってごめんね。あ、なんか可愛いな。女の子が体育座りしてる姿って可愛く見えるな。みんなはそう思わんか。あとセーブしたいな。設備調べて行こうって言われたけど、セーブしたいな、な。というわけで、まあ今回はこの辺にしとこうか。中途半端なとこで終わったけど、次回これ設備調べて一人で探検か。一人って危ないぞ。大丈夫か。というわけで、週明け。この西野さんが体育座りしている画像にね、こういう画像を加えてみるよ。そしたら卒業文集に載せる集合写真をなぜか放送室で撮ったみたいになるや。しかも1クラス5人でそのうち4人が休んでいるというすごいありさまだよ。